同じ選手でこう何年も何年も積み上げてきたので、まあ、新しい選手っていうのはどちらかというと少ないので、そういう意味ではこう何か形になるものをこの大会に残していきたいかなと思ってます。そうですね、できれば攻撃で、まあ、自分たちが守備のチャンスが少ない方が、守備 の機会が少ない方がチーム全体としてはいい時間帯っていうのがあるので、まあ、どちらかといえば攻撃で活躍したいなっていう気持ちではいますけど、まあ、全体的に攻撃が最大の防御になるようにチーム全体としては前向きなプレーができればいいかなと思います。はい、個人的にも思ってます。